シングルは本来は一曲を表す言葉であるが音楽、特に大衆音楽において楽曲を一曲や二曲程度収めた販売単位をも指す。これは販売用の媒体として多数のもしくは演奏時間の長い楽曲を収めたアルバムとの対比的な表現である。時代や目的に応じて様々な手法で販売されたが一曲から数曲ほどを収録し、 メインとなる楽曲のヒットを主目的として販売されるメディアのことを言う。代表的なものはレコード版におけるシングルレコードや CD における CD シングルであり、これらはシングル版とも呼ばれ、シングル版に収録されている曲はシングル曲と呼ばれる。2000年代後半からはインターネットで配信されるダウンロードシングルも急増している。シングルレコード版、シングルレコードは アナログ式の録音版であり、直径7インチ毎分45回転のレコードを指すことが多いが、1950年代までは、直径10インチ78回転の SP 版と呼ばれる形式のレコードも存在した。シングルに対し、SP 版を何枚かまとめて販売されたものが、レコードアルバムと呼ばれ、後の LP レコードに名前が引き継がれた。1980年代より、 LP レコードサイズで 45rpm として、一曲の長さや収録曲数の多さを特徴とする12インチシングルと呼ばれるものも登場した。アナログ版はその後登場したデジタル再生の CD に移行していった。SP 版 78rpm の SP 版はその性能から片面に3分30秒しか録音することができなかった。 クラシックなどの演奏時間の長い楽曲は何面にも分けられて販売されることがあり、この場合シングルとは呼ばない。シングル版直径 30cm の版に片面に約30分の楽曲が録音できる LP 版が登場し、さらに1958年ステレオ録音のレコードが登場すると SP 版は急速に衰退し、シングルは 直径1 7トルで 45rpm のシングル版に移行する。シングル版はジュークボックスで再生されることを想定し、回転用の中心の穴を大きく開けたものが主流であったため、見た目のイメージからドーナツ版とも呼ばれた。ドーナツ版を通常のプレイヤーで再生する際には、アダプターを介してプレイヤーに装填する。表裏に一曲ずつ収録して、 A 面、B 面とし、A 面曲をメインとしてヒットを狙うのが通常である。両 A 面などと設定し、ダブルヒットを狙うものもあった。EP バンバンのサイズはシングルと同じ7インチで回転数は45回転であるが、中心の穴は LP と同じである。シングルと同じ大きさながら収録時間が伸びたことからエクステンデッドプレイと呼ばれ、その略称が EP である。 日本では回転数を33回転に落としたものもあり、それは小さい LP という意味からコンパクト版とも呼ばれる。日本ではシングル版を EP とご用することがあるので明確に区別して4曲入り EP とも呼ばれる。EP を複数倍アルバムとして閉じたものも多く、出回り CD 以降にはミニアルバムと呼ばれる。CD シングルには8トル版の CD シングル規格と 12cm 版の CD オーディオマキシシングル規格の2種類がある。また、シングルレコードの後継とも言える。CD では B 面の代わりにカップリングウィズやカップルドウィズと呼び C、W と表記するが、後日の両 A 面と同じく B サイドや B 面といった旧来の呼び方も根強く残っている。両 A 面シングルとは両面を 平面扱いとするシングル版であり、特に CD においては、ディスク自体の記録面がそもそも片面しかないということで、ダブルフェースシングルという呼び方をすることもある。また、アーティストによって様々な故障を用いることがある。シングルのタイトルは、A 面曲の曲名とするものがほとんどであるが、独自のタイトルを付けたものもある。コンパクトカセットによるシングルは1980年代。 後半のレコードから CD への移行期から発売された。B 面にはオリジナルカラオケが入っていたため人気は高かったが、シングル CD と収録曲が変わりがないこともあり、CD の普及とともに演歌、歌謡曲以外のジャンルの新作は消滅した。その演歌、歌謡曲系では高齢者層にも一定の需要があることから、2021年現在も、 CD マキシングルと並売する形で、少数ながらシングルカセットの新作が継続されている。2010年代後半になると J-POP でもくるりが大事なこと忘れないようにをカセットのみで発表するなど、わずかながら生産限定で発売する例も見られる。VHS シングルは VHS をメディアに用いたパッケージである。大きく注目されるようになったのはマドンナ。 ジャスティファイマイラブの世界的ヒットからとされている。日本のオリコンチャートでは、VHS シングルは少数生産が基本であり、シングルチャートにはランクインされず、音楽ビデオチャートのみにランクインさせていたが、グレー、サバイバルは生産数が他の VHS シングルよりもはるかに多かったこともあり、音楽ビデオチャートとシングルチャートの双方にランクインされるほどとなった。 主に DVD を使用したシングル。DVD ビデオシングル DVD ビデオを媒体に用いたメディアでミュージックビデオを内容とする VHS シングルの後継である。DVD オーディオシングル高音質、マルチチャンネル、映像表示対応の DVD オーディオを媒体に用いたメディアである。現在はほぼ扱われていない。2000年代後半よりパーソナルコンピュータでは iTunes ストアや Amazon.com から携帯電話では着歌フル等の楽曲関連のサイトから音楽ファイルを購入することができるダウンロード販売が急増しており2010年代からはこちらが主流となっているなおデジタルシングル配信シングル配信限定シングルと呼ばれる場合もあるシングルにもオリジナル曲とは別にバージョンの異なる楽曲が収録されることがある 既存のオリジナル曲をリミックスした楽曲を収録した作品のこと。単にリミックス曲等と呼ばれる。近年ではアルバムだけでなく様々なシングルに取れ入れられている。シングルは基本的に録音スタジオで収録された音源を使用する。しかし、スタジオライブで演奏された楽曲の音源をそのまま収録した場合、その楽曲はライブ音源となる。こちらも リミックス収録と同様にアルバムだけでなく様々なシングルに取り入れられてきた。二組以上のアーティストによる楽曲の音源を一つに収録した作品のことを指す。これは単にスプリットシングルと呼ばれる。また音源の名称に特に決まりはない。2015年7月10日から各国でバラバラだったアルバムとシングルの発売日が金曜日に世界統一されたが、 日本国内では現在もアルバムとシングルともに水曜日に発売している歌手が多い。欧米の音楽業界ではアルバム発売後に未発表や別バージョンの楽曲を付加価値にしてシングルカットを行うことが多い。1950年代から1960年代の米国のポピュラー音楽ではシングルの売り上げが重視されており、アーティストがシングルを発売するたびに スタジオでの録音を行い、何曲かヒット曲が生まれた時点で過去に発売されたシングル曲と未発表曲を集めて1枚のアルバムを発売するという形式が主流であった。しかし1960年代後半にビートルズやボブ・ディランといった大物アーティストらによってそれまでの常識は覆された。1990年代後半から2000年代現在では アルバムに先駆けて発売する先行シングルは1.2枚程度でアルバムの直前に発売する場合が多い。その後数ヶ月おきにアルバムの中の楽曲にリミックスなどを加えてシングルカットという手法を取る。主にアルバムを長い時間をかけてプロモーションするのが目的でシングル自体の売り上げは重視されていない。大ヒットしたアルバムでは収録曲の3から4曲程度が シングルカットされてさらに売り上げを伸ばす場合がある。アルバムが販売不振の場合はテコ入れとしてシングルカットすることもあるが、これ以上の売り上げが見込めないとされる場合はシングルカットを放棄することも多いため、いかに多くの曲がカットされヒットしたかは母体アルバム自体のヒット規模を示す指標にもなり得る。1997年頃からシングル CD の売り上げは、 減少を続け、2001年以降の米国においては、CD 売り上げ全体の数パーセントに過ぎず、かつてのシングル CD に代わって、音楽配信が楽曲単位での購入のメインとなっている。一般発売せずラジオ局などに向けた、プロモシングルの形を取ることも多い。ちなみに、ビルボードでは長らく、フィジカルシングルとして発売されていない楽曲は、 ホット100にチャートインさせないというルールを貫いていた。そのため世間的には大ヒットした、つまりラジオで非常によくかかっている楽曲であっても、ホット100には全く入らないことも多くなっていたが、1998年12月にホット100のルール改正が行われ、シングルカットのない楽曲でもホット100にチャートインできることになった。 このような形としてのシングル版が存在しないままホット100に入る曲は当初アルバムカットと呼ばれていたが現在のアメリカにおいてシングル曲を CD としてリリースするケースは非常に少なく多くの曲がアルバムカットとしてチャートインしてくるようになったためあえてこの故障を使うケースは少ないまた2005年にダウンロードによるセールスを加算するようになった際当初は デジタルペイドダウンロードの表記がチャート上で見られたが、これもほどなくして廃止された。英国においても、米国をはじめとした世界同様シングルカットの手法が主に取られ、その売上から来る利益が重視されていないのも、米国と同様であるが、現在でも型としてのシングル CD がリリースされ続けている。ミュージックビデオが CD エクストラとして収録されていることも多い。 しかし B 面曲やリミックスの内容が違う複数種の販売は上等化しており多くの場合 CD-1 がドラッグ数の少ない廉価版になっている。また全く別の形態として USB メモリスティックに音源データを収録した USB シングルや表面が CD で裏面がアナログレコードという特殊なシングルも発売されるようになってきている。 ダウンロード販売の普及に伴って、英国のシングルチャートでもダウンロード販売によるセールス数が段階的に参入され始め、現在では CD としてのシングル版がリリースされなくても、ダウンロードセールスのみでのチャートインも可能になっている。米国と違いダウンロードのみのシングルというのは一般的ではないが、シングル曲のリミックスがダウンロードでのみ販売されその CD シングル版には、 未収録というケースは非常に多い。このような場合、その未 CD カリミックスは12インチなどのアナログシングルに収録されているケースがよくある。日本においてはシングルの価格が高いこともあり、伝統的にシングル販売からの収益が重視されてきた。また、業界にとって重要な収益源であるベストアルバムを販売していく上でもシングルが何曲入っているかが、 その販売訴求力を大きく左右する要素であるため、間接的にもシングル発売の果たす役割は大きいと言える。日本の音楽業界ではシングルの発売が先行するケースが多く、欧米とは異なる。アルバム発売後にシングルカットされるケースは少なく、アルバム発売前に1年ほどの期間をかけて先行シングルを数曲発売し、アルバムへの期待感を盛り上げる場合が多い。 極端な場合は、非ベストのアルバムであっても、発売済みのシングル曲が大半を占め、新曲が少なく、ベストアルバムのような内容になることもある。音楽配信と、シングル CD とは、チャート上全く別々の扱いとなっており、両者を合算した a ーのようなチャートは存在しない。音楽配信シングルトラックの売り上げ結果は、日本レコード協会が認定しているが、 10万点25万点50万点75万点100万、200万という多くくりの認定が発表されるだけで、万の単位以下は公表されない。日本ではシングル曲をアルバムに収録する場合、シングルの価値を低下させないためなどからアルバムにはバージョンを変えたアウトローを変えると、アルバムバージョンを収録することが多く見受けられる。また、シングルの発売後に、 アーティスト等の移行によりミキシング等の変更が行われることでシングルバージョンが複数存在することもある。シングルレコード日本で本格的にレコードや蓄音機が生産されたのは1920年代からである。33rpm の LP 版が発売されたのは1951年であるが流行歌や和製ポップスのレコードは ほぼ1950年代いっぱい SP 版で発売されていた。7インチ 45rpm の EP 版も1960年代頃から普及が始まり、1980年代の最末期までは発売されていた。バーコードも1986年以降の発売分に入るようになった。CD シングル初期の CD シングル1982年に CD が登場した後、 1980年代半ば頃からシングルレコードと並行して 12cm 版の CD シングルが一部で発売されていたがといった点が不利となりほとんど普及していなかった 8CMCD シングルの発売日本の 8CMCD シングルのジャケットこの結果シングルとして適当なサイズの CD が寄給され1988年2月21日に 収録時間が20分程度と手頃な 8cm サイズの CD シングルが初めて発売され、その年の6月には早くも CD シングルがアナログシングルの販売を上回り、1990年代の最初期には CD シングルだけでの発売となるほど急速に普及された。CD シングルへの完全移行直前になるとアナログシングルが プロモーション用の非売品しか制作されなかった例もあった。8センチメートルというサイズは CDV 規格で音楽トラックを収録する部分の直径を踏襲している。8センチメートルの CD シングルのジャケットが縦長になっているのは当時レコード店のシングル版陳列棚に2列ずつ入って、なおかつ手に取りやすい大きさにするためであった。また、 正方形サイズでは手のひらに収まるサイズとなり小さすぎて万引きされやすいという懸念もあった。この縦長のシングルジャケットは日本独特のものである。基本的にはデジパックのように紙ジャケットにプラスチック製のトレイを貼り付ける構造だった。登場初期にはさらにコンパクトにと題して持ち運びに便利なようにまた半分に折りたたんで収納しやすいよう折り目が ジャケットの真ん中に入れられていた。レコード会社によっては切り取りやすいようにミシン線入りのジャケットもあった。さらに CBS ソニー、ソニーミュージックエンタテインメント発売の CD、ミニアルバム用のトレイの切り離し部分には折りたたんだ歌詞カードを収納できる構造をとっていた。1991年頃までのものは大型折り目が入っていたが、実際に半分に折りたたむと、 中古 CD 店では買い取り、価格が大きく下がってしまう。貸しカードを紛失したり、印刷部を切り取ると買い取り不可能となること、折りたたむ人がほとんどいなかったこと、そして EP 版の完全なる生産終了によりジャケットのデザインを縦長、横長にするという問題もあり、後年は折り目がなくなった。この頃から表裏とも、ジャケット、中面に歌詞が記載されるようになった。 演歌では、シングルカセットと共通の楽譜付き歌詞カードが封入されることも多かった。その他にも、キューンソニーの1990年代前半に発売された一部のシングル CD には8、CMCD を2枚収納できると例が採用されたものもあり、もう1枚のスペースには、非オーンソニーミュージックカタログと称した8、CMCD が同梱されていた。 8cm の CD シングルは日本にしかないと言われることがあるが、これは正しくない。世界初の 8CMCD シングルは、フランクザッパのピーチズ・ EN ・レガリアのアメリカ版とされており、少なくとも1989年頃には、アメリカでも 8cm の CD シングルが一般に売られていた。また、ビートルズのシングルも最初の CD 化は 8cm サイズだった。 ただ、欧米では日本ほど 8cm の CD シングルが普及しなかったのは事実であり、1990年代以降は、ほとんどのシングルが 12cm となった。シングルレコードでいう A 面、B 面だけの収録だけではまだ余裕があるため、カラオケブームを反映して、1990年頃からボーカルなしのオリジナルカラオケも収録されることが多くなった。 12CMCD シングルへの移行その後、音楽ソフトの主流が、レコードから CD へと移ったが、8CMCD シングルは、CD プレイヤーの性能及び適応性から来る、取り扱いの難しさも抱えていた。また、1990年代後半にご増加傾向に、ある外資系、CD ショップでは 8CMCD シングル用の、スペースが少ないことが多い。 そのため日本においては1990年代後半以降、8CMCD シングルから 12CMCD シングルへの移行が進んだ。マキシシングルの中には CD 自体は 12cm だが、アルミ部分が 8cm のニューマキシというディスクも存在する。これは CDDA の追加仕様に基づくものであるため、一部の CD プレイヤーでは再生できないことがある。 移行期には、モーニング娘。の、ラブマシーンのように、12CMCD シングル用の薄型ケースと、ジャケットに 8CMCD を入れる形で発売された例もある。8CMCD シングルでリリースされるタイトルの激減とともに、8CMCD シングルは消滅するかのように思われたが、食玩業界からお菓子のおまけとしての需要が2003年から、 翌2004年までにかけての短い期間に集中するように発生した。歌詞メーカーからの発売が主であり 8CMCD シングルの最大収録時間が約22分程度であることと 12CMCD では大きさやコストに問題があることから曲を1曲だけ収録した 8CMCD シングルを同梱したガムやチョコレートが発売されるようになっている。ジャンルもアニメの主題歌。 1970から80年代の J-POP、演歌等多期にわたっている。日本レコード協会の生産実績統計によると、2009年の 8CMCD シングル生産枚数は15万5000枚、生産金額は5800万円であり、CD 全体における構成費は1%未満である。2015年10月7日には、d ィー n の44枚目のシングル、 ずっと伝えたかったアイラビューが通常の 12CMCD 巻きしシ,シングルの他に生産限定版として 8CMCD でもリリースされケースも当時と同じ縦長仕様となった歌詞に 8CMCD の文言が含まれるなど1990年代をテーマとした楽曲であることから企画された他にも二千十九年八月十一日には サカナクションの十三枚目のシングルとして、忘れられないの、モスが八 c m c d としてリリースされた。こちらは令和に言語が変わってから、初めての八センチ CD シングルでの発売で、ケースも当時と同じ縦長、仕様となっている。新婦の形式が、マキシシングルにほぼ完全に移行した二千年以降、過去の八 c m c d シングルを、マキシシングルとしたものをまとめて同時に、 再発売することが見られる。CD 売り上げの減少日本でもシングル CD の売り上げは減少しており、CD 不況の影響がアルバムよりも顕著に現れている。シングルの年間販売数は1997年の1億6782万7000枚をピークに減少し、2005年には6468万8000枚。 2009年には4489万7000枚、2013年は6060万枚となっている。VHS シングル日本での VHS シングルは、主にシングル曲と同一のミュージックビデオを収録する形態であった。1980年代には存在していたが、一曲ではなく複数曲の PV を収録したビデオクリップ集形態が主流であった。 しかしながら、1999年のグレーの新曲、サバイバルは CD ではなくビデオシングルとして発売され、約90.2万本を売り上げたり、ハロー。プロジェクト系アーティストがシングル部位の名称で CD シングルと同時にビデオシングルを発売し、売り上げに貢献する形態もあった。2001年に入るとメディア媒体が DVD ビデオへほぼ移行し、 DVD シングルかシングル CD に DVD を同梱する形態にとって変わられた。DVD ビデオシングル日本では、ビデオシングルという正式な企画は存在せず、便宜上の名称のみとなっている。オリコンチャートにおいては、映像ソフトとしてカウントされる。最初期の作品として、スライアンドロビー、スパースラスターが挙げられる。 単独で発売されるタイトルも存在するが2003年以降はシングル CD にミュージックビデオを収録した DVD を同梱する CDDVD 形態が AVEX をはじめとする日本国内レコード会社で急速に普及しているこの場合音楽チャートの売上にカウントされる DVD オーディオシングル日本では1999年に登場し2000年代初頭に 洋楽やクラシック音楽系統で発売された。DVD オーディオは強固なコピーガードが使えることに加え、複数メディアを同時並行して販売することにより、特にマニア層向けに売り上げの増加が見込まれた。DVD オーディオの普及率が高くないことにより2003年頃を峠にリリースが下火となっており、過去の作品も多くが廃盤になっている。 音楽配信の普及2007年2月23日に日本レコード協会が2006年の日本国内の有料音楽配信の売り上げがシングル CD のそれを上回ったことを発表した2009年の売り上げは 8CMCD と 12cm シングル CD は計4489万7000枚に対しインターネットダウンロードシングルトラックと モバイルシングルトラックの合計は1億8540万7000本に及んでいる。ありがとうございます。